私は2連覇して綺麗に辞めたいって本当に思ってて、そのこの人強かった、この人には誰も勝てなかったって、なんかその最強のまま終わりたかったんです。で、まあ今もなんかやっぱ負けて終わりたいとは思ってないですけど、そのなんて言うんだろう、生き様というか、そっちの意味でしっかりやりきった方がかっこいいのかなっていうふうにも思ってきて、もっと立ってる気がしてしまいますね。なんかオリンピックがすごい前のことに感じるくらい、結婚して妊娠出産して住む場所も変わってで、密度の濃い時間を過ごしてるなと思いますね。子供が生まれるまでは自分のためにその時間を24時間使えてたんですよね。それがそのまあ子供生まれて、当たり前だけどレスリングよりも子供の方が大切なので、子供を中心にどこに練習トレーニングとか組み込むかっていう考える基準が自分じゃなくて子供基準になったので、保育園預けて家のまあご飯作ったりとか子供のことをやったりとかで、まあ、合間の時間に自分のやりたいトレーニングをするっていう感じなので、なんで、まあ、オリンピックを目指してやってましたけど、まあ、一回リオの時と東京の時とはまた違う気持ちというか違う感覚でレスリングに向き合ってきたなとは思いますね。まあ、母も、まあ、夫も娘も見てくれてて、まあ、やっぱいいとこは見せたいなと思うんですよ。やっぱり勝ってると勝って喜んでほしいっていうのは一番もちろんあったんですけど、まあ勝負の世界なのでどちらかしか勝ちか負けかしかなくて、赤山梨学院大学元選手、青株式会社 JZ 松井裕太選手の対戦です。負けてしまって、で家族がそれでもまあ、よくここまで戻ってきたねって、その出産して1年でオリンピック予選って、まあ、今までいなかったなかったことなので、うん、よくやったよっていうふうに言ってくれたので、そうですね、まあ、出てよかったなとも思いますし、うん、まあ、家族がいるからそうですね戻ってこれたなとは思ってます。B マット試合終了です。試合番号24はポイント11対0、テクニカルボールで赤山梨学院大学茂呂彩乃選手決勝進出です。決勝は濱田優香選手対茂呂彩乃選手の対戦となりました。いつも寝ちゃうんです、私の試合の時初めてかな、起きとったんが多分確か、あ起きてるとは思ったんですけど、きっと、うん、娘が大きくなって覚えてることではないんですよね、その今回のことも。けど、まあ、こうやって取材をしてもらって形に残すことによって、娘が将来それを見て、なんか自分がこんな時にママがこんなことしてたんやとか思ってくれたら嬉しいなって思いながら、試合前は調整とかもあって会ってなかったので、娘ともう早く近くで抱っこしたいなというふうに思いました。はい、
あります。一応取ります。あります。それで、まあ、機械級の、プレーオフが7月にあるということで、今のところはそれに向けて、ということで、今は大事だとちょっとやめといて、機械級のプレーオフのために備えようかなというつもりで、今回はこういう決断をしました。明治杯出るか出ないかを迷っていた時期も姉妹揃ってあったので、まあ、夫からも家族からも、子供を産んでオリンピック連覇を目指すっていうのは、日本中どこ探しても今は私しかできないことだっていうのを言われて、確かになっていうふうに考え直して、結果がどうなろうと挑戦したっていう形に残れば、きっとそれは将来もっと年を取った時に誇れることだと思うなっていうふうに思ったので、はい、結果よりも出たことにすごく価値を感じた世界になりました。本当今後の母になってもレスリングを続けるであろう将来の人たちの道というか、オリンピックだけが全てじゃないし、世界選手権っていう道もあるし、それより前に全日本に出るっていう道のりもあるし、なんか私がそのいろんな、なんかなんて言うんだろう、選択肢を作っとくって意味でも、今回出て形に残して、なんかなんて言うんだろう、将来、まあ、後輩に伝えていけるものがあればいいんやなと思って。産後と関係なしに、自分よくやってるなじゃなくて、勝ちたい、近所で世界一になりたい、子供が産んで世界一になって娘に金メダルをかけてあげたいとか、もう一回姉妹でオリンピックじゃなくても友香子と一緒に世界選手権に出たいとか、いろいろそのなんてオリンピックにはもう難しい現実だけど、その現実の中での最高の舞台が世界選手権かなと思って、明治杯が終わってからの1ヶ月間本当に一生懸命やってきました。戦い切りたいっていう気持ちが出てたのに、戦った中でもやっぱり欲が出てしまって、勝ちたい、世界一になりたいっていう、なんかやっぱ人って欲が出るものだなっていうのを思いながらやってるんですけど、やっぱり負けてしまったことはすごく悔しいけど、明治杯の時よりもいい自分ではあったのかなというふうに思っています。どこお互いの試合を見守ってご自身が試合をされたりとか、今日はそれぞれどんな思いでお互いの試合を見られたかというのを、いい選手かな本当私個人としてはもう明治杯がすごい達成感でいっぱいで、でも梨紗子がなんか戦えてなかったって
ていうのを私には言ってくれてたので、今日の久子の試合第2セコンドから見てて、すごい動きも良かったし、すごい強かったし、まあ、よく言えば勝ってほしかったんですけど、でも、まあ、梨紗子の試合を一番近くで今まで見てきて、やっぱり自分のお姉ちゃんは本当に本当に強い人だなって負けてしまったんですけど、そのレスリング界に今までないことに挑戦して相手マットに立ってることもすごいし、その上であんないい動きして今世界のトップで戦ってる選手にもあんないい戦いして、本当に本当にすごいなって改めてレスリングだけじゃなくて人としての強さも見せてもらったなんて思います。今までのレスリング人生でいいも悪いも一緒に味わってきて、そうですね、あの本当、まあ、姉妹なので家族なので、ゆか子が、ね、本当に小さい頃からレスリングを一緒にやってきて、あのゆか子が本当に運動神経がいいわけでもなく、三姉妹の中で一番レスリングに向いてないって言われてるあれだったので、まさかそのゆか子がこんな風に、まあ、想像もしてませんでしたし、自分がオリンピックに出る、いつかはゆか子もって言って、その姉妹でオリンピックに出て金メダルっていうドラマのような出来事を想像もしてなかったのに、お二人でそんな夢みたいなことがあって、でそこからの道のりは想像してなかったですけど、私とは違った立場で本当に尊敬しますね。すごくよくやってるなっていうふうに思います。はい、おお、いい終わりだ、いい終わりだ。コンディション調整とか、はい、そういうものが第一ではなくなるっていうところは、うんうんうん、そのアスリートとしてのもどかしさみたいなものはあったんですか？いや、なんかリオオリンピックまでの自分だったらきっとなんかそれがもう耐えられないじゃないけど、そのもっと練習したいのにとか、こんなんじゃダメだとか、その結構自分のことをそういうふうに追い詰めてしまう考え方だったんですけど、そのまあリオの時が大学4年生だったんです。で、社会人になって会社に所属して、その会社のコーチに出会った時に、まあ、そのコーチの方の考え方をすごいいろいろ話をしてて、いい意味ですごくポジティブになったというか、その、まあまあ、アスリートってやっぱオリンピックを目指してやるっていうのがその一番大きな目標じゃないですか。で、オリンピックが全てっていうつもりでやってたけど、あなたの人生はオリンピックに出られなくても終わらないし、なんかそのオリンピックを目指して一生懸命やることは大切だけど、それが人生の全てではないんだよみたいな、レスリングをやめた後の人生の方が長いんだから、そのアスリートとしてっていうよりも人として人生を長い目で見た時に、そのオリンピックを目指していましたっていう、そのなんて言うんだろう、人生を充実させるためのコンテンツの一つがレスリングでありオリンピックっていうふうに、オリンピックへの価値観というかその感覚がすごい変わったので、勝っても負けてもそれが人生だし、なんか負けて得るものがあるってよく言葉があると思うんですけど、私はそれがちょっと分かんなかったんです、前までは。いや、勝ちが全てだろうってずっと思ってたのが、いや負けてもなんかその私の会社の方は負けた私に対してもその挑戦を見せてくれたこと、3連覇目指してくれたっていう姿勢が私たちの社員にとったらすごく前向きな気持ちにさせてくれましたって言って、その時に負けているもの、私がそのレスリングを一生懸命やることで、まあ、一生懸命やることに価値を感じてくれてる人がいるんだなっていうのにすごく救われたので、ほとんどのアスリートがやっぱ勝ちを目指してやりますけど、まあ、それだけが全てじゃないなっていうのはすごいここ数年で、感じるようになりましたね。泣いてはいるんですけど、やることも練習の一つっていうふうに教えてもらってね、みんなぐらいの時から、まあ、でも持ち上がって、こうやって持ち上げて、
が重たいからなかなか持ち上がらないし。お、浅かったな。レスリングの魅力とかだけじゃなくて、ママアスリートとしてこれだけできるんだぞっていうのを体現しながら活動もしていきたいですし、スポーツの未来は明るいんだぞっていうのを私が元気よく活動して、そうですね、伝えられたらいいなと思います。話聞いてると、やめるやめないとか、はい、そういう次元じゃないのかなって思って。そうですね、区切り的にはきっとオリンピックとかだったと思うんですけど、なんか思った以上に自分がレスリングのことを好きだった、自分が思ってる以上にレスリングにハマってしまっている状況なので、そうですね、自分の現役生活だけに集中するんじゃなくて、現役しながらこうやって子どもたちと触れ合ってレスリングを教えたりとか、スポーツの魅力を広めたりとか、なんて言うんだろう、自分の競技力のためだけじゃなくて活動をしていきたいなと改めて思いました。はい、お疲れさん。